この朝食は今すぐやめてください。今からご紹介する朝食を食べ続けますと必ず太ります。早速本題に入ってまいりましょう。今からご紹介するこの太る朝食というのは、実は過去私がもう毎日食べていた朝食メニューなんですね。で、私はその時当時どんなものを食べていたかと言いますと、こちらです。太る朝食ということで、もうとにかくパンです。パンばっかりだったんですね。朝からお米なんて食べれませんっていうねタイプだったんですよ。なのでとにかく菓子パン、例えばあんパンであったりメロンパンとかクリームパンとかデニッシュとかですね、もうおやつみたいなものを朝から食べ、でこういったパンがない時はですね、食パンです。食パンにしかもそのプレーンではなくて、もうがっつりとそこにマーガリンであったり、たっぷりこうジャムをですねどっさり乗せてこう食べてたんですよね。でまたこういったパンがない時は何を代用していたかと言いますと、ここです。甘いグラノーラ、もうたっぷりと砂糖が添加されているようなグラノーラか、もしくはたっぷり砂糖がこうかかっているコーンフレークを食べてました。でたっぷりそこにこう牛乳をこう入れるわけなんですね。こう冷たいのをまあ食べてたんですよ。でまたこう生のフルーツだったり生のお野菜もまあ食べていましたが、そういう時にこうない時はですねジュースで代用していたんですよね。まあ、パンだけじゃちょっと栄養不足かなとか思って、じゃあ野菜取っておけばいいだろうってい こう簡単な考えでですね、もう野菜ももうないからジュースでいいやみたいな感じで野菜ジュース、まあ、ちょっとこう気を使って 100% にしてみたいですね、していたんです。で、まあ、その結果今よりも私は実は10キロも太っていたというその過去のですね、まあ、黒歴史があるわけなんですよね。 ではなぜ今私がこのようにこういう体型を維持できているかと言いますと、もうまずは朝食を切り替えたんです。痩せる朝食に。でその痩せる朝食は私が普段どんなものを食べているかというのはこの動画の後半でお伝えしていきますが、お楽しみにされてください。でまずこのですね、もしあなたが普段こういったものを朝食に召し上がっていたとしたら、じゃあなんで太っているのか、その原因がちゃんとあるんですよね。それをチェックしていきましょう。太る理由です。糖質の摂りすぎ、これ明らかに糖質摂りすぎなんですよね。で太る原因っていうのはもうとにかく糖質なんです。でそこにプラス脂質、油が加わったのここ最強に太るコンビですよね。が私なんかはとにかくパンというのはですね、必ず糖質と脂質が作る時にもほとんど入ってますよね。まあ、フランスパンなんかはまだいいと思うんですけれども、もうとにかくそういったこう添加物がまあいっぱい入ってるわけなんですよね。なのでその糖質を取りすぎてしまうと、まあ、特にこのパンなんかはですね、あなたの血糖値をこういきなり急上昇させてしまう食べ物になるんですよね。そうするとどういうことが起きるかというと、まあ、例えばそんなにパンの量は食べていらっしゃらなかったとしても、パン自体が血糖値をガバッと上げるわけですから、その時にあなたの体内でその脂肪をどんどん溜め込むのが急速にその加速していくという原因になっているんですよね。なので太るわけです。大して食べてないのにな、なんで太るんだろうっていう時はですね、やっぱりパンの食べ過ぎですよね。そこで結局その血糖値を急上昇させてしまってるから太るわけです。でプラスパンっていうのはやっぱりその油も入ってますから良くないですよね。でまた私が使っていたですこのマーガリンがね、やっぱ良くないんですよ。後から詳しくお伝えしますね。でプラスこの今お伝えした食材は全てあなたのお体を冷やします。冷やしてしまう食材なんですよね。とするとですね、どんなことが起こっているかというと、その太る体質になってしまうんです。お体が冷えると一気に代謝が落ちますよね。もうただでさえこう年齢とともに私たちこう代謝がこう落ちていくわけです。もう特にそのもう二十歳超えるとですね、そんな時に代謝を落とすようなその冷える食べ物をどんどん召し上がっている方っていうのはもうますます代謝が悪くなってしまって、どんどん脂肪を溜め込んでしまって結果太ってしまうっていうその負のスパイラルにこう入っていってしまうわけですよね。なので体を冷やす食材を私はもう全部選んでいたわけです。でここで例えばゼリーとかヨーグルトとか冷たい、まあ、プリンとかですね、私ここにセットでよく食べてたんですよね。もうそれはもう太るし体調も壊すでしょうっていう話なんですよ。それぐらい女性にとって
って特に体を冷やす食べ物っていうのはもう絶対に取らない方が良いです。で、私は今ヨーグルト手作りしてるんですけれども、冷蔵庫から出してそのまま食べることしないんですね。必ず電子レンジでチンするか、ちょっと常温に戻して、そのキンキンに冷えたヨーグルトっていうのは食べないです。それぐらい気を使ってます。なので、まあ、こういったこう健康な体でこの体型が維持できているんですよということなんですね。で、またこちら見ていただくと、タンパク質がほとんど取れてないんですよね。で、朝タンパク質取るのってすっごく大事なんですよ。いかがですか？タンパク質取れてますか？例えば、まあ、卵であったりチーズであったり、まあ、植物性であればその大豆製品ですよね。納豆とかそのお豆腐とか。ただやっぱ洋風の後なかなか取れないですよね。した時にですね、タンパク質が不足した状態で1日をスタートされてしまうと、そのエネルギーとしての、まあ、その栄養のバランスがそもそも足りていませんし、タンパク質が不足してしまうとすぐにねお腹が空いてしまうという現象が起こりやすくなってしまうんですよ。ご存知でしたか？大変危険ですよね。もう食べても食べてもその満たされないわけです。あなたの食欲が、タンパク質がないと。なのでしっかり朝ごはんにタンパク質を取るというのがすごく大事なんですよね。まあ、目安としてはこの手のひらサイズぐらい取りましょうねってよく言われてますけれども、やっぱりこれぐらいしっかりですねした量を特に女性は取らないといけません。なぜかというと、そのもともと筋肉の材料になるわけですから、そういったのがないと筋肉量も落ちてしまって、結果代謝が下がってしまって、まあ、太るっていうね。でプラス食欲も増すわけですから、もう最悪な状態になってしまう朝食メニューが過去の私の、まあ、メニューだったわけです。ではそこで、じゃあどうすれば健康的に綺麗に美味しく食べながら痩せられるのかというそのお話ですね、していきたいと思います。ここからがすごく大事ですね。今までのお話はマイナスのお話です。でちょっと補足なんですけれども、その太る理由のところでですね、お伝えしたかったところ、ちょっと重複するところもあるかもしれませんが、ちょっと実はですね、パンよりもとにかくお米なんですよ。あなたがその私が先ほどお伝えしたこういった太る朝食メニューを食べているこのメインの主食の代わりに、お米に変えるだけでも全然痩せることができます。でまたここのお米も白米 100% ではなくって、胚芽米であったり、苦手でなければ玄米とか雑穀米とか、そういったその茶色いお米を召し上がっていただくと、先ほどお伝えしたその血糖値が急上昇せずにこう緩やかにですね上がってくれて、その結果その間脂肪を溜め込まずに済むという良い結果が生まれるんですよね。でまたちょっと小麦が危険なのはグルテンが多い。でこのグルテンというのはあなたの腸内でアレルギー反応を起こすと言われていますし、その腸壁にこうベタっとくっつく、まあ、成分なんですよね。その結果腸内環境が乱れてしまいます。そうするとその痩せ菌と呼ばれる善玉菌がこううまく居続けてもらえないんですよね。結果デブ菌って言われるその悪玉菌が優位になってしまいますから、非常にその太りやすい体質に変わってしまう原因の一つで、もう二つ目はパンは油が多いんですよね。先ほどお伝えした、まあ、食パン、まあ、パンを作る時って油入れるんですけれども、私なんかそれにプラスマーガリンなんてつけてたわけですよ。でこのマーガリンっていうのがそのトランス脂肪酸という非常に太りやすい、またしかも健康を害する食べるプラスチックなんて言われてるぐらいこう悪い油が入ってるんですよね。なのでどうしてもそういったものをこう必要な時はマーガリンは決して使わずにバターです。良質なバターであれば太りませんので、まあ、適量であればですね、バターって脂肪燃焼効果もあるんですよ。で美味しいじゃないですか。だから適量取れば大丈夫ですから、マーガリンとかこういったトランス脂肪酸が入っていない良質のバターとかグラスフェットバターとかですね、こう良質の餌で育った牛さんのお乳で作った油とか、そういったのを使ってください。でパンは、ね、添加物が多いです。もうまあ、pH 調整剤とかですね、香料とか、まあ、いろんな悪い油とか、もういろんなものがやっぱりねお米に比べて入ってますから、パンって美味しいなってお気持ちすごくわかるんです。わかるんですけれども、あなたの味覚が正常になっていけば、そのパンのその添加物の味とか薬の味とかがねだんだん分かってきますし、その腸壁にこう張り付いて食べた後のその、うん、なんと言いますか、すごくもたれるというか、
私の場合は眠たくなったりだるくなったりするんですよ、パン食べすぎると。まあ全粒粉とか茶色いその胚芽とか玄米パンだとまだいいんですけど、ほんとただのこう真っ白い太る小麦のパンを食べた後の疲労感ってないですね。それがだんだんねお分かりになってきますからおすすめです。とにかく、まあ、100% カットができなかったとしても普段のパン、要は小麦製品をお米、できれば茶色いお米タイプですよね、に変えるだけで変わりますから、ぜひ置き換えてみてください。それだけで痩せやすくなります。で、プラスタンパク質を取りましょうでしたね。不足したらお腹が空いてしまったり、代謝が落ちたり。で、またこのセロトニンと呼ばれる幸せホルモンの材料にもなるんですよ。なので、あなたが例えば、こう、わけもなく悲しくなったり、イライラしたり、なんかこう、気持ちが不安定であったり、何かこうマイナス思考に陥ってしまってらっしゃることが多くなってたとしたら、このセロトニンが足りないんですよ。で、このセロトニンっていうホルモンは実はあなたの腸でなんと全体のね9割も作ってくれてる場所になるんですよね。ですからいかに腸内環境が大事かっていうこと、腸内環境が良くなったら痩せることもできますし、また幸せホルモンも出て気持ちまで安定して幸せを感じることができる、まあ、結果幸せに暮らせることができることにつながりますから、ぜひぜひタンパク質朝からしっかりとっていただきたいと思います。ではじゃあ実際に私がどのような朝食を今過去食べていた朝食から大変化を遂げてですね食べているかということでお伝えしていきます。で、私実はこちらの動画以外にも痩せる朝食ということでかなりねお伝えしている動画の本数ありますから、実際にこうお写真見たいなとかですね、先生どんなもの食べてるんだろうとか気になる方いらっしゃいましたら、その別動画でチェックしてみてくださいね。で、またこういったダイエットに関してご質問おありの方は皆様ですね、こちらの詳細欄に LINE のリンクが貼ってあるんですよね。そこから皆様ご登録されて直接私と1対1でやり取りしていらっしゃる方多いので、あなたももし聞きたいことがおありでしたらぜひぜひLINE から直接教えてくださいね。また YouTube のコメント欄からでも OK です。ではあなたにおすすめ痩せる朝食の基本中の基本をお伝えします。2つです。まごは優しいの頭文字の食事をとること。で、2つ目はこちら、4つに振り分けたこういった食材をバランスよく摂ること。この2つにも集中してください。で、まは豆類です。ごはごまのような、まあ、ナッツ系ですね、種類です。で、はわかめなどの海藻。やは野菜です。さはお魚。しは椎茸などのキノコ類で。いは芋類です。そしてこういったものをバランスよく1日トータルで摂れてるかなっていうことをチェックしていただいた上で、こちらです。その中には発酵食品が入ってるかなです。例えば納豆、味噌汁、キムチ、ヨーグルト、チーズなどですよね。で、また水溶性食物繊維が入っているかなです。まあ、わかめなどに代表される海藻であったり、またお野菜の中にも里芋とかオクラとかこうネバネバした食材っていうのはいっぱい入ってます。で、またオリゴ糖ですね。これまあ玉ねぎですとか、あとは蜂蜜にも入ってたりするんですよね。こういったオリゴ糖や食物繊維はこの痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌となってくれますから、もう絶対ここ大事ですよね。で、その善玉菌を多く含む食品が発酵食品です。で、最後 EPA、DHA というのは良質の青魚などから取れる、まあ、オイルですよね。まあ、こういったのがすごく大事になってきますから、一食で全部取ろうと思ったら難しいとは思うんですね。なので1日かけてこうトータルで見られて、朝昼晩のあなたの食事の中でこれ入ってたかなってチェックしてみてください。そうすることであなたは自然と痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて、しかもいつまでも餌を与え続けてあげると育ってくれて、いつまでも元気に居続けてくれる、あなたの腸の中で。その結果自然とあなたは痩せ体質になることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと、私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。